はいどうも皆さん、四季島と申します。とげ、今回は次期大型アップデート情報第2弾として公開された情報2つ、およびですね、実は最近になっていくつかねアップデートが入りましてね、まあ武器の修正やら何やらがありましたので、そのあたりの方もね、まあちょっと細かく確認していきたいと思います。はい、というわけで、まあ早速見ていくんですけども、まず次の大型アップデートの方で実装される新しいシステム、それがこちら、ボディへのインパルスの効果を追加するというものです。どういうこっちゃって思うかもしれないんですけれども、まあ簡単に言いますとこれですね。次回のアップデートでは倒れた兵士の体が爆風や武器の攻撃の影響を受けることを可能にする新機能をゲームに追加しますということです。まあ簡単に話しますと、まあ倒れた兵士がですね、なんか弾丸を受けると動くみたいなやつですね。まあここにちょっとあるんで、動画があるんでちょっと見てみましょう。こんな感じですね、こんな感じで撃たれて倒れた兵士ですねがちょっと動くようになるって感じですかね。アニメーションというよりも、まあ、物理法則ですね。そう、物理法則を受けて倒れるようになるっていう感じですね。まあ、というようなことなので、まあ、こういった変更がね、まあ、PC とかコンソールとか、そういったものの、まあ、方に影響を与えるのかどうかちょっと分かんないですね。ね。ちょっとマシンスペック食いそうかなって思うところがありますかね。ただまあそんな感じでアニメーションというよりも、まあ本当に物理的な法則をまあ得られるよみたいな、そんな内容ですね。まあというのがまず最初の第1点にあるボディへのインパルスの効果を追加するというものでした。はいはい、じゃあ次なんですけども、次なんと来ました、予約バンドルのアイアンフューリーの方が発表されました。はい、今回の予約バンドルはこちらとなります。こちらとなりますね。来たか。いや、本当に来ましたね。ね。エルザツパンターですね。そう、ドイツ側ですね。ドイツ側の方にエルザツパンター、そしてこちら、連合軍側の方にアキレスが登場します。はい。来ましたか。エルザツパンターね。このエルザツパンターというのはですね、パッと見ね、なんかね、違う車両に見えるんですけども、これパンターです。そう、これパンター戦車です。で、パンター G 型ですね。そう。で、これは、アメリカのね、M10 ウルヴァリンですか。M10 ウルヴァリンに偽装したパンターとなっています。ね。なので、基本的な性能はパンターだと思うんですけれども、どうですかね、この偽装した分が、ね、なんか増加装甲として数えられるんだったら、ちょっとね、装甲が強くなってるって言えるかな。ね。いやー、エルザッツパンター、課金で来るか、驚きですね。ね。いいと思います。で、もう一つが、M10 アキレスとなります。ね。こちらもですね、アメリカの M10 ウルヴァリンを元に、イギリスが改造した戦車となっています。で、この、ウルヴァリンに17ポンド砲を積んだやつですね。そう、より強力な大砲が積まれています。ね、こちらも非常に強力なんですけれども、実はですね、今回これに対しまして、面白いね、開発者からの、発表もありまして、なんとですね、現在実装されている17ポンド砲により強力な砲弾を追加する予定があるそうです。はい、17ポンド砲、つまりですね、もうすでに、課金車両として登場しているファイアフライが実質強化されるということになりますね。ね、いいと思いますね。ファイアフライね、まあいろいろとねあったんですよね。弱いと弱いと、17ポンド砲が弱すぎると。そうなんですよね、現在のね17ポンド砲だとパンター戦車の正面走行を抜けないんですよね、ほぼほぼね。ただ史実だとね、パンター戦車もね正面走行をね破れたというような話がたくさんあって、だからおかしいでしょうみたいな話があったんですけれどもね。で、今回のね、開発者からの発表でより強力な砲弾がね追加されたら、まあもしかしたらパンターをね撃破できるようになってるかもしれません。ファイアフライでもね、いいと思います。
そうなるとね、ファイアフライとかこのアキレスの価値上がりますね。パンター戦車とかね、あとはタイガーですか、普通のタイガー、タイガー1号ね、6号戦車かの方もね、撃破しやすくなってると思うからいいと思いますね。うん、ただですね、その、新しい砲弾が追加されるというのが、このアキレスが実装されると同時なのか、それとも違うのかに関してはちょっと明言されてなかったので、うん、まあ、そのあたりに関してはね、ちょっと確認してから買った方がいいかも。ね。まあ、もしかしたらね、従来の砲弾のまま実装されるということもありますからね。うん、まあ、そのあたりは気をつけてもろってっていう感じなんですけども。まあ、というわけでね、今回は、予約バンドルであるアイアンフューリーとして、エルザッツバンターとアキレスが来たっていうような話ですね。うん。で、ちなみにですね、この予約バンドルの方をですね、予約しますと、予約特典としてこちら。はい。ポートレートと、デカールがもらえます。ね。後ろにね、エルザッツバンターが映ってますね。そう。で、こちらのね、デコレーターの方は、リタイですね。かっこいい。ね。というね、まあ、予約バンドルの、特典ですね。特典がもらえます。はい。というような、話ですね。うん。まあ、今回のね、新しい大型アップデート情報ってこの2つしかないんですけれども、実はですね、もう1つあります。うん。で、それがですね、まあ、この前ね、紹介しました、暫定パッチノートの方なんですけども、まあね、もうちょっとね、詳しく見ていこうかなと思うんですけども、ちょっとね、重要な点があります。それがこちらですね、AI 兵士としてですね、AI の方が少し賢くなったっていうような話ですね。賢くなったそうです。はい。はい。とは言ってもなっていうところもあるんですけども、まあ、ちょっとね、注目する点はここですかね。AI 兵士を塹壕に送り込むと、そこを隠れ蓑として使用することができます。だそうです。うん。まあ、多分これあれですね。塹壕で待機命令ですね。塹壕で待機命令をすると、その塹壕の中にね、入り続けるみたいなやつでしょうかね。うん。彼らはそこから出ないように努めますということですか。ねえ。まあ、現状ですか、現状っていうか、もうこのアップデートね、もう現在でもね、実装されてるんで、まあ、変わってるとは思うんですけども、まあ、これまでですとね、まあ、塹壕の中に、ね、待機命令出しても、その塹壕の縁とかにね、立っちゃうっていうことあったからね。まあ、それがなくなるっていうことかな。ね。これ本当にね、実装されてたらいいかなと思います。まだちょっとね、私の方ではね、ちょっと検証はしてないんですけどね。うん、で、あともう一つなんですけども、こちらですね、AI 兵士では以前に検出されなかった敵が遮蔽物から現れることを予期しない限り、プレイヤーのマーカーに対してより積極的に反応するようになりましたということです。そう。このプレイヤーのマーカーっていわゆる赤点ですね。赤点の方向に向かって、まあ、警戒するようになったということです。うん。まあ、これもね、これまであったんですよ。そう、赤点打つとね、分隊兵がね、そっちの方を向いてくれるっていうのがあったんですけども、まあ、そのあたりが強化されたっていうことかな。ね。まあ、何にしろね、AI がね、ちょっと強くなってくれるのはいいことかなと思いますね。うん。まあ、このあたりはね、ちょっとまだ検証してないんで、ちょっと皆さんの方でも確認してもらいたいんですけども、まあ、これがね、実現してたらいいかなと思いますね。はい。で、最後なんですけども、最後、こちら。この前ね、当たったばっかりの新しいアップデートなんですけども、そちらの方でですね、ちょっと注目したいところがありまして、こちらですね、次の武器の照準中の安定性が向上しました。M3 サブマシンガン、いわゆるグリースガンですね。グリースガンの、照準中の安定性が向上したということと、あとこちら、ブローニングバーですね。バーの無印と A1 の方の、反動が安定したっていうことなんでしょうかね。照準中の安定性っていうわけですからね。どうですかね。まあ、これ反動なのか、それとも狙ってる最中の、いわゆる陽動ですね、動揺ですかね、ちょっとゆらゆらね、動くってやつ、あれがちょっとね、収まるようになったっていうことなのかな。うん、まあ、何にしろですね、またしても M3 サブマシンガンにね、なんかいわゆる、まあ、強化っちゃ強化なのかなっていうようなもの入りましたね。またグリースガンにかってね。ここ最近ね、なんか最近ってわけでもないかね。まあなんかね、立て続けにね、アップデートとして、なんかグリースガンどんどん強化されていってますね。いいと思います。まあ、本当にね、グリースガンね、ちょっとっていうようなね、性能だったからね。うん。まあある程度ね、強くなっていいかなと思ったんですけど。
まあ、こんな感じでどんどんね良くなっていくっていうのはいいことかなと思いますね。はい、うん、まあこんな感じかな。まあ今回ねちょっと短いんですけども、まあこんな感じですね。でもうね予約バンドルの方が予約開始ということなので、もう本当に近いうちですね。うん、これ予約いつまででしたっけね、ちょっとわかんないです ね。あ、そうか、あとコンソールの人はですね、アップデートのリリースから14日以内にいずれかの分体を購入することでこれらのボーナスが獲得できるそうです。これらですね、これらのボーナスもらえるよということですね。うん、まあ、ということなんで、もう本当に近いですね。来週あたりかな、来週かもしかしたらね、月またいで3月のまあ頭ごろっていう感じかな。ね、いいと思いますね。うん、まあ、そのあたりにね、もうスチームが来るということで非常に注目度高いですね。うん、まあ、というわけで今回はそんな感じの次期大型アップデート情報第2弾でした。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。